どうも、筋肉です。明日、2022年東京クラス別選手権が行われます。会場はですね、北トピア、北トピア、どっちかです。北なのよ、漢字が。北か北じゃん。そしたら北トピアか北トピア、どっちかです。どこだったかな、駅。赤羽だったかな、確かそこら辺だった気がする。で、そこでね、東京クラス別選手権が行われるんですけども、明日ですね、その東京クラス別選手権にサイヤマンが出場します。そしてね、サイヤマンが出るのは、65キロ以下級というクラスに出ますね。東京クラス別選手権はね、結構いろんな階級があって、その中の65キロ以下級にサイヤマンは出場します。なので、ちょっとこの65以下級のね、まあ、サイヤマンの順位をちょっとガチ予想したいなと思ってます。ガチ予想、ガチ予想、どこまでいくかな。で、今ちょっと出場選手名簿ですね、これ見てるんですけど、僕あんまね、本当にね、自分以外興味ない人間なんで、他のボディビルダーの方とか全然存じないんす、存じないんすよ。存じ上げない、うん、あんましね。そう、なんで、ちょっとあれなんですけど、まあ、去年のサイヤマンを見て、で、そしてそこから月に数回会ったりして、で、最近の体を見たりして、だいぶ進化してるのも分かってるし、ということでね、かなり行くんじゃないかなと思ってます。出場人数はこのクラスは20人もいかないぐらいか。ですね。十何人ぐらいだ。うん。多分、優勝すると思います、俺は。おー、行くと思う、普通に。でも東京クラス別出たことあんのかな、多分去年は出てなかったんで、出たことあんのか分かんないですけど、やっぱ他の選手をね、方は僕ちょっと分からないので何とも言えないんですけど、去年からの成長具合とかを見ていけるんじゃないかなと思ってます。優勝すると思います。でね、いろいろ考えたんですけど、サイヤマンに、サイヤマン単勝にします、はい、僕は競馬的な。サイヤマン単勝で、かけたいと思う、10万いきます。で、サイヤマンかなり人気だし、今普通に実力も結構あるんで、4倍なんで、もしサイヤマンが優勝したら、まあ俺10万やるんで、かけるんで40万をサイヤさんからもらおうかなと思ってます。サイヤさんからもらうの。優勝したのに。そう、優勝したのにお前40万払うの。そうでもその代わり外した場合10万そのままサイヤさんにあげるから。ああ、そういうことね。そう、サイヤさんが2位か3位になった場合10万そのままいくことになる。だから、まあしょうがないから、借金返、サイヤマンから借りてる50万の返済分に当てましょう。10万。うん。だから俺結構マジで本気で応援します。40万かかってるから。10がなくなるか40に増えるかだからね。サイヤマン短縮でいきます。多分いけると思うな。まあ、あと足だな。上半身は多分負けることないな、きっと。おぉ。足っすね。足がどんだけ太くなって、でカットが、まあ絞りはすごいからカットは出るだろうけど、足の太さだな、太さがどうなってるかっすね。いけるんじゃないかなとは思うんですけどね。僕もちょっと仕事があるんで、何時に着くか分かんないけど応援しに行くので、まあそこではちょっと僕は動画は回さないですけど、普通にただただ普通に友達として応援しに行くだけなんで、動画回してたら応援に集中できないから、ちょっと僕は多分他の人が回してると思うんで、きっと。で、サイヤマンもね、誰かに頼んで回してもらってるはずなんで、映像気になる方は他の方の動画で確認してください。あとね、そう同じね、クラス別のマスターズ40歳以上級っていうカテゴリーがあって、そこに、筋肉さんも出ます。あ、そうなん。うん、2日前ぐらいにジムで会って普通に話してたけど、まあ、筋肉さんとよくねジムです、そう一緒になるんで、なんかすごい調子良さそうでした。
顔見る限り喋ってる感じ、減量最後の方の人ってやっぱり声がちっちゃくなったりとか顔が元気なさそうになるんですけど、筋肉さん普通にいつも通りなんかだったんで調子いいんだろうなと思って見てました。まあ一応今回マスターズのカテゴリーですけど、普通にマスターズじゃなくて普通のそのクラスでもかなり上に行く体はしてると思うのでね、普通に取るんじゃないですかね、優勝するんじゃないですかね、筋肉さんも。あとね、確かあと何だ、何キロ級だったかな、75キロ超級坂本くんが出ますっていう子が出ます。で坂本くんは去年の高校選手権優勝してジュニア2位だったかな。で今19歳、去年の時点で、去年18歳の時点ですごい体してたん で若いからまだまだ絶対でかくなるし、多分1年もあればねこの年齢になると相当変わってるはずなん でその19歳の子がねこの一般の部でどれだけいけるのかっていうのもね結構楽しみですね僕は。まあでも結構いく気がします、僕は個人的には。なんかまあ別に仕上がり外すとかはそんななさそうだし、他のメンバーの方々が僕はわからないなんてもあれなんですけど、結構普通に行く気がします。まあ普通に優勝もあり得る位置にいると思います、19歳、ね、そこもちょっと楽しみですね。だから明日見に行く方とかいたらぜひ、まあサイヤマンも坂本くんも筋肉さんもねぜひ注目してみてもらえるとちょっと楽しめるんじゃないかなと思います。まあ他にもね素晴らしい選手いっぱい出られてるんで楽しいあれになるんじゃないかなと思いますね。なんか他にまあこの東京クラスベースとかだけじゃなくてさ、ボディービルダーで今こんなすごい人いるよとかあったらちょっと教えてほしいですね、コメント欄とかで。そういうの知ってた方が大会前にこういう動画出したら、あこういう選手もいるんだみたいな感じで観戦するときより楽しくなるだろうし、大会見に行けない人でもね、あこんな人いるんだなとか思ってもらえればまあいいな、いいかなと思うんで、なんかこの人すごいよとかあったらちょっと教えてください。まあ、とりあえず明日は、まあ、狭山を応援しましょう、みんなでね一生懸命やってるんで、はい、でそして俺の10万円もかかってます、生活費をかけて応援します僕は。ということで大会結果とか試合の映像はきっと狭山が上げると思うんで、試合でちょっと確認していただければなと思います。っていう感じかな。だから予想は優勝で、いきます10万円、うん、かけます。